私の幸せな結婚第8話悪夢と不穏な影との演出について眼鏡を拭くという行為について考えてみます工藤幸岡と鶴木新の会話シーンで鶴木新は眼鏡を拭きます心理学において会話中に眼鏡を拭くのは会話に退屈している話を早く終わらせたいなどの意味が考えられます宮崎駿監督天空の城ラピュタでは特務機関の大佐ムスカは ラピュタ探索作戦の指揮官であるモウロ将軍を軽んじていますモウロ将軍もそれに気づいておりよく腹を立てていますモウロ将軍がシータを拷問してラピュタの場所を答えさせるべきだと提案している時ムスカはメガネを拭いていますつまりムスカはモウロ将軍の言葉を聞く意思がないことを表しています実際ムスカが最初にシータに対して取ったのは怪獣作でした 宮内省の使いである鶴木新が自分の素性を話し始めると同時におもむろにポケットからハンカチを取り出してメガネを拭き始めました工藤幸岡に対して隠していることがある含むところがある面獣腐敗の演出ではないでしょうかメガネをかけた後テンプルを上下させレンズがキラリと光るのも怪しさの表現かもしれません第8話の絵コンテは阿ゴタカオさんでしたノルンノネット盾の勇者の成り上がり第1期 7分の22の監督です。アボタカ監督の作品からは、繊細な演出が随所に見て取れます。米田和弘監督、過激少女第8幕、カオルの夏を手掛けたのもアボタカ監督です。私の幸せな結婚では設定・監修を務めており、ローテーションで絵コンテを切っています。